皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。皆さん、大変なことが起きております。大変なことが起きております。例の、ノアコイン、新しくスワップされたノアコインプラチュラム、この価格がですね。なんとなんと 皆さんが想像する以上の爆上げを記録しております。なんといきなり10倍に到達いたしましたイエーイおめでとうございますのは、ノアコインをね、ずいぶん長くお持ちになった皆様、本当におめでとうございます。えー、本日ね、朝、YouTube 見てたらですね、 サラリーマン YouTuber のじゅんさんという方がね、毎日ノアコインについて YouTube 動画を出してるんですけども、まあ、その方のね、動画を見たら、えー、ノアコインの価格が上がってるよっていうふうに、ね、出てましたんで、私もね、早速調べました。そしたらね、やっぱり上がってるんですよね。それで実際にね、本当に上がってるかどうか調べてみましょう。あの、スワップする前はね、すごい安かったんですよね。0. 0 1>, 1円だったんだよね。それがどうなってるかってことですね。それで、えーと、まずこれですね。BTCNEXT なんですけども、これね。あ、これいいや、ログインした状態になってますんで、これ、エクスチェンジとくスのね、はい取引。で、ここに左のところに、ノアプラノア h p ねノアプラチナムとビットコインの取引ができるよってとこありますね。これが、今日は30%上がってますよってことですね。 これでずいぶん上がってるよね、これね。15分足ですけれども、ずいぶん右肩上がりで上がってます。そして、この、ここのところ見るとね、売り板、買い板を見るとですね、売りは17サトシですね。17サトシで売るよと、最低はね。そして、買いがですね、16サトシなんですよね。16サトシで売ってくれっていう人がいっぱいいる。まあ、なんか、ノアコイン買いたい人いっぱいいるね、これね。 16サトシで売ってくれっていう人がたくさんいると。そしてスプレッドが1サトシなので、えー、この1サトシっていうのはですね、えー、っと、あの取引所の手数料ですね。で、このね、えー、っと、最低でもこの16サトシでは売れるわけですよね、今ね。<laughs> 16サトシで売れるので、この16サトシをですね、ちょっとメモ帳に保存しておきます。 えー、メモ帳に保存しといて、こう置いときますよ。そして、えー、今現在のですね、えー、と、ビットコインの価格を、ビットコインの価格をですね、財布から読み取ります。そうすると、83万、これね、えー、ビットコインの価格が83万7820円ね。だから、えー、と、ここで電卓を出してですね、 83万、いくらだっけ ?83 万 ?7860 円。7860ですよね。かけることの、この16サトシですね。16サトシ。これをコピーして、えー、あ、コピーできないか。コピーできない。だから0.1 がえ個、ー、だから0.123456の16だよねでははいということで0.134円ですねおめでとうございますだからえー、っとスワップする前は新しくコインがねなる前は0.01円だったんだよね だから13倍になってるわけですよね。13倍になってる。今日現在、だから10倍じゃなくて、いきなり13倍ですよ。13倍。はい。ということでね、すごいね。すごいね。すごいすごい。まあ、ただね、今5、0.5%しか売却できないからね。うーん、だからまあ、0.134、ここだよね。だから、例えばね、1万、今ね、0 1 5%で1万枚のノアコインが売却できるとしたとして、えー、これはね、1340円しかなんないんだよね。ノアコイン1万枚で1340円しかなんないから、ダメだろうと。ダメだろうと、これで。これじゃダメだろうということで、もっと上がれよと。上がれよということですね。はい、それで、えー、っと、ウェブ行ったでしょ。 で次にですね、今後のシナリオですね、今後のシナリオ、希望的シナリオですね、私の希望的観測を述べたいと思います。一番目、えー、今後、ノアプラチナムを新規に購入する人がどんどん増えるんじゃないかなって思っています。でそ,それはね、プロジェクトの、えー、魅力的なプロジェクトの内容になっているかどうかだよねで。なかなかいい感じですよね、今回の。 えー、ノ,アチプラノアプラチナム社っていう新しい、ねえー、会社のや,やっていこうとする内容がすごくいいかなと思います。で、2番目、えー、10月13日にビットコイン ETF が承認され、まあ、ビットコインが800万円になるんじゃないかと。これ、希望的観測でね、なるでしょうこれ、ビットコイン800万円になるでしょうで、3番目、ノアプラチナムの価格もぐんぐん上昇すると。まあ、ビットコイン ETF で えー、ビットコインでね利益が出た人が、えー、イーサリアムとかライトコインとかね体の枝とかノアコインとか買うじゃないあるだからどんどんノアプラチナも価格どんどん上昇するとそして4番目あ四4番2つあるね4番目10月25日の投票で売却ロックが解除されるとまあ 今,週今月ね、25日に、ナ、えーコイ持ってる人があの投票ができるみたいですね。それで、えー、今後ね、1月0.5%ずつの、えー、売却ロックが解除されるんじゃなくて、まあ、何解除されればいいかっていうのを投票がされるので、まあ、あの、もうちょっとね、多いパーセンテージをみんなで投票したいと思います。そしてね、えー、11月には、えー、ノアプラチナムの 1>, えー、1つのね、1枚のコイン、1コインの価格が30円に到達するんじゃないかなと。30円に到達するんじゃないかなと思ってます。そうするとね、30円になるとどうなるかといってですね、例えば1万枚を売却するとするとかける30円だから、30万だね。30万です。1万枚でね。はい、そして、えー、どうなの で2000来年の1月には100円に到達するということですね。100円なので1万枚あれば100万円ですね。なるということで、まあ、こんなシナリオでですね私の方は考えてます。す、は、べ、いまあ、ては、ね、ビットコイン ETF の承認にかかっているかなという気はするんですよね。で株式市場とか債券とか金とかのね先物とかの市場からお金がまた、 えー、仮想通貨市場の方にね、入ってくるんじゃないかなと、非常に思ってまして、えー、世の中ね、不安定な動きにもなってますから、まあ、ここに来てですね、やっぱり、えー、安心確実なですね、仮想通貨。まあ、あの、どこの政府も関与してないですからね。だから、あの、価格操作ができないんだよね。だからね、あの、非常にいいかなと思ってます。そして、 これからね、大きな、あのー、戦争とかがありそうですし、えー、アメリカがね、経済発端するんじゃないかと。まあ、イギリスの、えー、合意なつ、合意なき離脱ですね。ユーロからのね。ああいうのとかあって、世界経済が混乱することは、もう間違いのない事実になりますね。そうした時にですね、やっぱり日本なんかも、もう物価がすごい上がってしまってですね、 えー、卵なんか、卵とか納豆買うのもね、もう、100万円出さないと買えないとか、まあ、そういうふうなね、笑い話みたいな世界になると思います。そういう時に、ビットコインだったらいいよと、100円でね、100円とか50円でいいよというようなね、世界がね、やってくるんでしょうね。はい、世界的にやってくると思います。はい、ということでね、あはい、で、私、最後にね、私の考えを述べさせていただきます。 一番目、投資は忍耐が必要ですね。もう、今までもね、ノアコイン忍耐に忍耐を重ねましたね。あれあれ、これあれあれあれ、これあれってね、いきなりね、前日にね、言われたりしましたよね。で、誰しもが諦めた後に、爆上げが来るのです、そうでないと儲からないからですと。みんながね、手放して、そこで手放しちゃえば損切りになるからね。 損失確定になるでしょそしてお金がチャリーンって市場に流れ出しますよね。で、そのチャリン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 流れ出したですね、金貨、金の小判の山ですね、これを最後に残った人が一人占めできると。これが市場なんですよね。はい、あの、マーケットなんですよね。だから、最後までね、粘った人とか、なんでもそうですね。 あの、ゴールドラッシュなんかもそうですけれども、ああ、ここ、もうね、えー、3ヶ月も半年も掘ってるけれども、ここの土地には金は出ないと、金脈出ないからお前にやるよと。えー、いいんですかもいいよと、スコップもね、全部やるよと俺、俺たちは帰るからと。そして、えー、ね、で、もらって、たらでもらったね、えー、次の人がね、あのー、スコップでね、一かけしただけでね、金脈が出たっていう話がね、いくらでもあるんですよ。 それは、えー、石油の、えー、ボーリングもそうですし、温、え、泉、ー、もそうなんだよね、うん。まあ、一般的なビジネスもそうでして、あと一日、あと一日辛抱すれば、億万長者になれたのに、えー、やんなかったということでですね、人生、これすなわち忍耐ですね。で、2番目。 価格が下がり、惨めな日々を過ごしていることと思いますと、皆さんね、ノアコイン、僕もそうです。僕はね、ヨのビットで買ったんで0.3円で買ったんですけれども、まあ、あの0.01円になってたから30分の1になってたんですけど、まあ、今日の話ですとね、え今日の話ですと、えー、っと、<laughs> 0.16円になったでしょ。 13倍の0.16円になってるんでだから2分の1までねあの上がってきました30分の1の価格から2分の1の価格まで上がってきたのであの例えばね30万円のノアコイン買った時にちょっと前まで1万円だったんだけど今今日現在15万円までね価値が上がった。16万円か16万円まで価値が上がってるのですごくラッキーで嬉しいですね <laughs> はい でただね、まあのまあ、今日はね、本当に皆さん嬉しい日だと思いますからあの、祝杯をあげていただきたいと思います。こんな時は仲間を作って話し合い、励まし合うことが大切ですので、まあね、私はね、あの東京の方の、東京の横の千葉県松戸市ですけど、まあ、あの上野までね、あの電車で19分、東京駅までは24分で行きますから、もしね、ノアコインのことでですね、 まあノアコインとか仮想通貨 FX でもいいですよ。えー、のことでですね、皆さん辛い思い、一人一人がね、辛い思いをしているのであれば、えー、もしよろしければ上野とかね、東京駅とか、えー、新宿駅とかでですね、えー、ちょっと飲み会をね、やってもいいかなと思いますので、ぜひね、あの携帯電話とか、えー、電子メール、あとは、うん、LINE でですね、私までご連絡ください。 3番目、解決策は絶対にあります。ですから、最後まで諦めず、楽しいことだけを考えましょうと。まあ、あのー、サラリーマン YouTuber のジュンさんもね、えー、サラリーマンの時にの給料がどんどんね、サラリーが減ってしまって、えー、お給料だけじゃやっていけないような感じになったから、えー、いろんな、まあ、せどりとかね、転売とか、FX とか、いろいろ手をつけたということですね、仮想通貨にもね。 そして、まあ、うつ病にもなりそうになったとかいう,う話を言われてましたけども、まあ、僕は、ね、あのバリバリのうつ病プロのうつ病患者ですからね <laughs> プロのうつ病患者でもう3回うやってますからね、はい、だからうつ病になるとつ、ね、らいですからねそのうつ病になる前にですね、えー、薬を飲み始める前にですね、えー、やっぱり、えー、心を整えるということで マインドフルネスをやっていただきたいと思います。まあ、マインドフルネスね、やり方わからないという方がいらっしゃいましたらね、えー、私の方で上野か東京駅か新宿ぐらいでね、えー、セミナーやってもいいですけどね、セミナーと飲み会ですね、やってもいいですね。やっぱりたまにはね、みんなで顔合わせてね、えー、傷の波合いじゃないですけどね、えー、どんな感じですかねとか。 やっぱり話とか他の人の話も聞きたいですよね。で、私はまあ、もう今48歳ですけれども、29歳で独立してね、まあ、ひどい目に遭いました。はっきり言うとね、ひどい目に遭いながら、えー、なんとかね、なんとか七,七点抜刀しながらですね、人生を今も歩んでいるわけでございます。途中でね、諦めたらいけませんからね、必ず明日は、 いいことが起きますから、最後まで諦めずにね、楽しいことだけを考えましょう。つらかったらね、私までお電話ください。えー、電話番号とかメールアドレス、LINE とかはですね、この YouTube 動画の解説欄に書いてあります。はい、ということでね、今日はあの、ジュンさんっていうね、えー、YouTuber の方ね、あの非常にね、わかりやすい YouTube を出され、ノアコインの YouTube を出されてましたから、 またね、あのー、皆様見ていただければと思いますよ。それでは、今日もね、千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。夜もライブをやりたいと思います。失礼いたします。